ドな布って言ってた時代はみんなおしゃれはマウント取るためにしてるって思い込んでたんですよ。女の子同士の戦い自分もやってみようと思って、あれ楽しい。次の日からもう早速めっちゃ褒められるようになったんですよ。いいじゃんいいじゃんって言ったらどんどん乗っちゃうんですよ。じゃあまた頑張るみたいな。結構簡単だと思います、私にツボ買わせるのとか。女の子ってみんな可愛くなりたいとか、男の子にモテたいとか、人から褒めてほしいとか絶対持ってるじゃないですか。そういう気持ちを今まであったけど、おしゃれとかしたいけど全部私なんて、可愛いこととかしてみたいけど人からなんか言われちゃうんじゃないかなみたいなこと気にして今までできなかったので、それをいい意味で開き直れたというか、やっとなんか本能みたいなところにちゃんとその声を聞こうと思ったら気持ちが変わってモチベーションが上がるじゃないですか。でもそうなってからは早かった気がします。私がその服は布って言ってた時代はみんなおしゃれはマウント取るためにしてるって思い込んでたんですよ。だからみんな必死でお金かけて着飾って、女の子同士の戦い嫌だなっていうイメージだったんですけど、本当にファッション楽しんでる友達が多くて、そういう子たちを見てると、あれみたいな、そう思ってたけどどうやら別にそういうカッコつけるためだけにおしゃれしてるわけじゃないんだなこの子たちっていうのにまず気づいて、本当にお洋服好きでとか、ちょっとでも可愛いって思ってもらいたくてとか、そういう純粋な気持ちからみんな努力してるんだな。じゃあなんか苦手意識持たずに自分もやってみようと思って勇気を出してやってみたら、あれ楽しいみたいな、こう自分に自信もつくし気持ちが上がって楽しくなれるし、最初は全部の買い物に自分がおしゃれだと思う友達をついてもらって回りました。店員さんだと優しいからお世辞言ってくれるじゃないですか。本当の意味でどれがやっぱ似合うのか客観的な意見がもらえないので、はっきり言ってくれるおしゃれな友達を連れて行って、だんだんとあこういうの似合うんだとか分かってきたという感じなんですが、まだまだ勉強中です。そこは髪の毛は島っていう原宿の美容院があるんですけど、そこに友達が働いてて、一番最初のきっかけは美容院行ったことかもしれないですね。それで言うと本当お任せでみたいな感じにして、その子が思う似合う髪型に切ってもらって、次の日からもう早速めっちゃ褒められるようになったんですよ。周りからもみたいな、めちゃくちゃいいじゃんみたいな。結構女子ってほんと髪で変わるじゃないですか。髪だけは明日から変えれることだから、一番早く変われる方法だなと思いました。あ、褒めてもらえて嬉しい、じゃあもっと頑張ろうみたいな、積み重ねでちょっとずつちょっとずつ以前よりはおしゃれとかに気を使えるようになりました。なんかそう友達とかにこれから頑張ろうと思ってるんだって話をしたら、あじゃあ着ない服あげるよとか、買わなかった化粧品あげるとか、言葉に出すことによって周りの友達が協力してくれて、すごいそれに助けられた部分もありましたね。私 YouTuber のことが年下の女の子に、私今までおしゃれ全くやったことなくて何もわからないから教えてほしいって頼むのってちょっとプライドは傷つくと思うんですよ。助けてあげたいって多分友達なら思ってくれるから、そこがでかかったですね。でもお肌もめっちゃいろんな人に聞きました。保湿めっちゃしました。ナイトクリームみたいなのあるじゃないですか、はいはい、ああいうのを安いの買ってきてめっちゃもうひたひたに塗って保湿したりとか、めちゃくちゃ変わりましたね。結構もともと乾燥肌だったので、それがだいぶ落ち着いて、そうすると化粧のりとかも良くなるので、エステよりはマッサージと最近小顔矯正に行き出して、それもやっぱめっちゃ変わりました。クッみたいな感じ、すごい痛いんですけど、なんか私すごい肩こりがひどくてむくんでるタイプの太り方をしてるって言われて、それを流してあげるだけでめっちゃ変わるよって言われて、めちゃくちゃ痛かったけど、そのリンパマッサージとか水分取らない人だったのですっごい水飲むようにしたら、それだけでも結構変わりました。8月の10日頃ぐらいからダイエット始めて、今もまだ継続はしてます。で10キロ痩せました。でまあ70から60なんで軽い方じゃないからもうちょっと継続はするんですけど、でも本当に私単純なので、いいじゃんいいじゃんって言ったらどんどん乗っちゃうんですよ。じゃあまた頑張るみたいな。で結構簡単だと思います、私にツボ買わせるのとかめっちゃ簡単だと思います。一番はもうめちゃくちゃ水を飲むです。夏とかでも1日 500ml とかしか飲まなかったんですよ。かつジュースとか、 なんか甘いミルクティーとかそういうのばっかり飲んでたんで、飲み物全部水統一の水をめちゃくちゃ飲む、2リットル以上は絶対飲むっていうの決めてるので、かなり意識して飲んでます。でもやっぱ2リットルって難しいです。運動は運動するって決めたら私絶対できない人なので、あじゃあ一つ前の駅で降りて最寄り駅まで歩こうとか、日常の中で体を動かすことを多くしようみたいなのを心がけてます。運動ゼロからするとそれだけでも結構変わりました。食事制限もしてましたね。炭水化物を今までメインに食べてたので炭水化物をめっちゃ減らして、その代わり体にいいとされるものをいっぱい食べるようにしました。鶏肉、ゆで卵、サラダで焼肉は全部 OK にしました。なんか素材そのものに近いものはいいみたいなことを誰かに言われたから、まんまと信じて、とりあえず水分取っといたらお腹膨れるじゃないですか。なので何かしらスープを飲んでお腹チャポチャポにして胃袋ちっちゃくするみたいな。完食本当にスープとかサラダチキンとか食べてもいいけどヘルシーなものみたいな感じにしましたね。減らしたっていうよりは物を変えたっていう。
感じでした。私普通にサラダチキンとかゆで卵とか好きなので、意外とそんなストレスなくいけてますね。今もポジティブではないんですけど、ちょっとでもマシになる方法は得たなとは自分では思います。今までは何かあったら常に一番最悪を想定して生きてたんですけど、そこまでは考えずにキープはできるようになったかなって、ちょっと普通寄りになれたかなぐらいで、前までがもうこういう感じだったね。本当になんかもう、はいもうはいもういいですみたいな、なんかすごい卑屈というか、なんか諦めみたいな感じの境地に入ってたのが、最近なくなって自分の中での私はこうっていうところにいられてるかなっていうようになれたのが自分ルールのおかげかなと思ってます。でもなんか今まだ自分のこと好きですかって言われたら、私自分のこと好きって言えないから、最低限自分のこと好きって言えるようにはなりたいなとはすごく思います。前は即答でもっと嫌いって感じだったんですけど、私も私で別にいいかな、にやっとなれたかなぐらいです。納得はできてるけど、まだ好きかって言われたら、ってなります。生まれ変わったら何になりたいって聞かれた時に、自分って即答できる人になりたいです。最終目標、私はまだ生まれ変わったら橋本環奈になりたいんでまだいけてないんですよね。そう言える人ってかっこいいなって思います。生まれ変わっても私になりたいって言いたいですね。でもこれも本に書いたんですけど、不思議なことで昔より仕事が増えてるし収入も増えてるけど、幸せ度数みたいなんで言うと昔の方が私高かった気がして、芸人時代初期、まだその今から始めるぞっていう時ぐらいの方が全然お金なかったし、欲しいものも買えなかったし、不自由だったけど楽しかったかなって思える瞬間とかがあって、ずっと分かんないです。成功とは何か、幸せとは何かみたいなことを最近考え始めました。なんかすごい分かりやすい例で言うと、芸人時代バイトしながら月に1回給料日に牛角の焼肉食べ放題を食べるって決めてたんですよ。自分で月に1回しか食べれない焼肉だったわけじゃないですか。だからなんかその焼肉がもう楽しみで楽しみで、焼肉食べた瞬間も幸福度マックスみたいな感じになってたものが、今、まあ、ありがたいことに焼肉食べようと思ったら明日も今日も食べれる焼肉になった瞬間に、その焼肉での幸せマックスにはならないってなった時に、あの幸せマックスのあの状態にもう一回なるには何したらいいのってなるんですよ。ってなったら、昔は本当にちっちゃいことが全部幸せだったから、すぐ幸せのマックスになれたものが、今ありがたいことに恵まれているおかげで幸せに気づけてないんじゃないかなみたいな、この焼肉の幸せに気づけてないんじゃないかなみたいな現象に苛まれてます。こんだけ見てくださってるよって言ってもらえるけど、いやそんな私なんかそんなみたいな、やっぱまだちょっとなっちゃいますね。でも意外と生活地味なんですよ。撮影して編集してっていうの自分でやってると、1日が家の中だけで完結しちゃうとかがあるから、思ってるそれを実感する暇はあんまりないというか、なんか YouTuber の差があったと思うんですけど、私ってガチ恋みたいな、ゴリ押しみたいなファンは正直少ないんですよ。でもいつも見てます、普通に好きですぐらいの熱量の方がすごく多くて、あ、なんか多分友達感覚なんだろうなってすごい自分では感じます。だからこそ気軽に見てくれるし、気軽に意見も言ってくれるし、毎日の日課の中で、あ、ちょっと見てみようって思ってもらえるのかなっていうのが強みかなとは思います。YouTuber としては、私なんか YouTube100 万人いったら今回の YouTube チャレンジを成功経験としようって自分で決めて、100万人いったからまず YouTube は成功したって自分で認めてあげたんですけど、まだ人生で何かで一番になったことがないから、次 YouTube で何かで一番になりたいっていう気持ちがすごくあるので、一番わかりやすく言うと、もう女性 YouTuber チャンネル登録者数トップとか目指したいですね。500万人なんですけど声に出して人に言うことだと思います。もう言わないと本当に伝わらないというか、意外と言ってみるもんだなって思った経験がすごく多いんですよね。私本当は声の仕事がしたいと思って一番最初この業界を目指したから、ちゃんと周りの人たちとかに言っておいたら、あ、だったらあの人ちょっと聞いてみるよとか、逆にそれをたまたまその動画を見てくれていた大人の方からオファーいただけたりとか、それが仕事につながったりとかもあるし、日常生活でもそうなんじゃないかなと思って、例えば女優さんになりたいんだったら女優さんになりたいんだよねってこと、恥ずかしいかもしれないけどちゃんと周りに言っといたら、いざそういうパッとチャンスが来た時に、あ、そういえばあの子女優やりたいって言ってたから、あの子に仕事振ってみようかなってなるじゃないですか。だからどんだけ非現実的な夢だったとしても、大きい夢だったとしても、それを恥ずかしがらずに周りにちゃんと伝えておくっていうのが意外と近道なんじゃないかなと私はすごく思います。結局人脈人脈なので、人生はでも最初は自分のご機嫌を自分で取ってあげられるところからスタートするべきかなと思うんですが、私の例で言うと、ちょっと憧れてるブランドのものとかがあって、じゃあそれを自分のために買ってあげようって自分でお金貯めて頑張って買います。そしたら次出かけてる時に、いつもは安い服しか着てない私だけど、今日はいつもよりいい女のはずみたいな感じで、その日の自分のことはちょっと好きになるじゃないですか。という自分の中のプチテンションをずっと上げといてあげたら、極
論その1週間は自己肯定感高いとかになるわけなので、分かりやすいのは本当にその欲しいもの買ってあげるとか、できたら身につけられるようなもので自信につながるようなものを買うとかじゃないですかね。ありがとうございます。